東京アラート発動へ陥楽街で感染拡大本日東京都が東京アラートを発動する方針を固めたことが明らかになりました東京において34人の COVID-19 の感染者が確認されさらにこれとは別に武蔵野中央病院において15人の感染が確認されておりますこの東京アラート発動されても直ちに 自粛要請が強化されるわけではございませんが東京都によれば5月26日からの1週間の中で感染が確認された90人のうちおよそ4割が夜の歓楽街での感染が疑われておりその半数が新宿エリアで感染したものと見られておりますこういった夜のお店は三密が揃ってしまっておりますのでこれまでとは変わらない営業を続けてしまいますと 確実に感染拡大の原因となってしまいますので、東京都にはこういった歓楽街に対して、感染症対策が取られていない場合は、個別に営業自粛、休業要請を出していただき、これ以上、歓楽街において感染拡大が続かないように、対策を講じていただくよう、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。